ある男のラブレター。頂点に立つべき存在なのだと。ねえ、ミッキーからドナルドになってたってことですね。バイオラテリーグリー。はい、どうもアキギュンです。ということでバイオハザード RE3 続きプレイしていきます。よろしくお願いいたします。イエーイフー。ということでね、ちょっとまだね、まあ一週間ぐらいプレイするの期間が空いてるんで、操作の方がね、またちょっといまいちなんですけど、もうね、これよ、これ。これでもう回避できること知ったんで、僕はね、今ね、怖くないんですよ。前回はね、もう最初プレイするときもやりたくなかったんですけど、もう今はね、全然怖くないんですよ。これでね、緊急回避できることをしてたんでね、知ったんでね。だから、コメント、評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。いや、だからっておかしいやろっていうね、接続語が今のところのね、接続語がね、だからっていうのはおかしいやろって。っていうことでね、全然怖くないんですけどね、なぜかね、コントローラーを動かす手が前に出ないっていうね。ああ、怖くない?え?怖くないのに撮ったよ。そう。ってことで、え、怖い、ちょっと待って、怖いよ。ちょっと待って。怖っ、怖っ。あ、違う。あ、開けられへんな。あー、ちょっと待って、怖い。冷静に。ちょっと動く。あ、これで。なんかある。何あれ。あ、バックパッカー。サイドバックやろ、あれ。いや、ああ、びっくりした。今ね、奥さんのね、お腹の音かなと思ったんですけどね。ああ、びっくりした。ああ。ちょっと待って。ちょっと冷静に行くで、冷静に。なんか、書いてる。下水道管理施設の施錠強化について、当施設の管理区画内で不審者、うわ、不審者多いな。今もね、コロナで自粛、あれしてますけど、ねえ、なんか空き巣とか多いみたいですよ。不審者見かけたらね、すぐね、警察の方連絡していただければなと思います。つきましては、老朽化した錠を段階的に、うわ、電子錠に交換し、セキュリティの強化を図ることになりました。電子錠の開閉には専用のバッテリーが必要です。職員、施設内の移動の際、支給されたバッテリーを必ず携帯してください。これのことですね。え?代わりに、これでいけるかな?無理やろ!びくともしない。何か動力が必要ね。ああ、声間違った。間違ったとかどうでもいい。ちょっと臭い、絶対。これね、よくね、こういうゲームとか、下水に行きますけど、俺無理やわ、絶対。ああ!なんかもう病気になりそうやもん。もう最悪。この服のやつしかない。せっかく一丁なのに。ああ。なんか、ゴミ。手榴弾っていうのは、ゴミ。あ!ちょっと待ってくれ。物騒すぎるやろっていうアメリカ。ああ何ああああわからん。何あれ?ビビった!いた!何ちょっと待って。あっ、嘘だ、ちょっと待ってくれ。どうしたらいいね。あっ、呼べた。見ろ、全集中。あっ、全集中。あっ、こんなん聞いてないわ。ああ、何やろな。ハンター、ベータ、ハンター、ガンマ。ハンター、何や、何でもない。足に攻撃力とバランスを崩し、大きく口を開く。弱点のコーナーに打つ絶好の。え、ちょっと待って、ということはビビった。ちょっと待ってよ。また行かなあかんの?ちょっと待って、俺、全然進めないサラリーマン、じゃあサラリーマン、全然、サラリーマンの全然進めないバイハザードシリーズっていうことでやっていこうっていうことやったんですけど、あ、グレネードランチャーや。違う?あれ。
ということでね、やっていこうと思ったんですけど、回避をね、できることを知ったんで、あ、もうこれ怖くもないし、あ、ガン、あ、なんやねもう。ガンガン進めるやんと思ってたら、早速つまずいてるやんっていう。早速進まれへんやんっていう。うわ。あ、びっくりしない。何か、動力必要ね。動力のことを、ドゥ力って言ったら、なんとなく、英語っぽい。投げ方わからへんねん。どうやっても投げんの。コリンが。どうしよう。ちょっと待って。あ、ちょっと待って。行くわ、行くわ。ああ。え。人の身や。校内を撃てって言われたけど。ちょっと待って。ちょっと待ってよ。いや、大きく口を開けたタイミングを狙って、校内を撃てって書いてるやん。まさかここ職員室やで？つまり校内とかかってるってこと。ドドーンつって面白い。面白いわ。なんかやっぱ面白いな、俺。素人やからね、ちょっと知名度ないからあれですけど、絶対面白い。うわ、マジ進まれへんって。どうしたの？何、ショットガン？なんかもう英語で何か言ってんねんけど、何言ってんねんお前。逆ギレ、逆ギレ。しゃちゃうやろ。あと、もう結構だって何年、20年前ぐらいやろ。え、ちょっと待って、ちょっと待って、接近戦は避けた方がいい？あかん。ちょっと待って。ちょっと待って。マジか。手で進むんこれ。手で進む。逃げるんかな。逃げても食われるたびに、じゃあ現れるたびに食われて死ぬとかもう無理やって、進まれへんってマジで。不用意に近づくと。この生き物、ふざけんじゃないわよ。よいしょ。ほら見て、グロ、うわー、 G バージョンや。ほら、確認確認。めっちゃなんきれい、めっちゃなんきれい。満足だ。要は満足じゃ。下水道ってこれひょっとしたらあのレオン岩柱の、岩柱の修行、滝行が神道を滅却すれば。パウダーかよ。行き止まり。あ、なんかある。あ、水道局員の手記。まただ。今度はケインが奴にやられた。俺はこの目で見た。かわいそうに頭から丸飲みだ。2週間前に消えたビルも奴にやられてに決まってる。子供が生まれるのはあんなに楽しみにしてたんだ。ただの失踪な。なんか書いて、何も言ったのに RPD はまるでとやってくれなかった。クソだ、下手なのにクソ、卑怯な体でごめん。
逃げ隠れまで出てこい、警察さんぞ、もう頼る、頼るか、すべてのように見てもいい、次の姿を表しな、俺がこれでね、あみみ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 みってことですね。怖い、あ、来てるやん、あー、これなんじゃになってる、これ焼夷弾、何が面白いこと、はあ、疲れた疲れた、オートセーブしてくれ、え、何何何の音よ、ちょっと進まれへんぞ。あ、バトルバック。マジか。うわ。これ以上持てない。組み合わせでショットガン作ろうか。あれ？キーピックってまだいるんか。ハーバル。あ、キーピックが言った。言ったそばから。カチャ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 。だ、おぉ。何？作曲家。持たれへんねんけど。ちょっと待って。持たれへんねんけど。ある男のラブレター。私のスイートハート。君たちとこの場所に逃れてきてからもう3ヶ月になるね。研究者が産声を上げたとき、僕は感動に打ち震えた。愛らしいフォルム、絶大な破壊力、そして尽きることを知らない食欲、ハンターシリーズの最高傑作が誕生したのだと。けど、ジョーソンは、君たちの覇気を僕に命じた。兵器として重大な欠点があるからだ。君たちの欠点、それは、熱への耐性のなさ、そして捕食時に急所をさらけ出してしまう無防備さだけれど、その不完全さこそ僕が君たちを愛してやまない理由でもある。ここで僕と共にさらなる進化の道をたどり、そしていつか必ずアンブレラに証明してみせよう。君たちハンターこそが頂点に立つべき存在なのだと。ねえ、ミッキーからドナルドにあってた手紙ですね。こわわわわわー、ボクシャミッカー。え？違う？どうしよう。どうしよう。なんかもう、多分来そうにないねんな、もう。まあ、取りに来るってこと？これだけ？あいつおるのに？これ、焼夷弾用の弾、あれじゃない？だから、ほんまやったらさっきのあの、ガンパウダーとこれでなんか作ったんじゃん。どうしよう。これ使うってこと？ディディン！作曲系、作曲ビート組み合わせることで焼夷弾を2つ組み合わせることで炸裂弾。意味は？マジか。うわ、やっと思ったやん。どうしよう。まあ、いっか。なるほど。ずる！ずる！違う違う。先にバッテリー取ったのが良くなかったやん。お前は、ははははは。そういうことじゃなかったやん。俺はバッテリーを取る前にこれを もちゃもちゃしようと思っててん。そういうことか。ちょ、こっちのやつを取って、まあ、あれ使ってないで。そうそうそう。
あ、捨てる？え？これ。また来るかな？ちょっと出てみようか、一旦。なんか、どこが出てくるよ。でもないよ、あのハンター何回やっても倒せない。後ろに下がって撃ち続けてもいずれは距離を詰められるやな気がついたら、来い。そうそう、まずね、あったぞ。おお、すげえ、見た。おお、なあ、シュルダム使ったからな。2体って言ってたやろ、作ったの。え、あ、パッと取ってもった。いいんか。組み合わせて、ショットガン食でいいんか。んで、これを分けるの。頑張っているかな。どう思う？使う？完全なファインにならへんからな。完璧やん。行くぜ。絶対病気なんもん俺嫌やわ。こんだけ擦り傷あって、こんな来てないとこ歩いて、こんなことしてるから、こっちに行きたいね。さっきで、ここの中入ってくってことやろ？さっき入ってったけど、行き止まりじゃなかった？全部死んでるやん。全然気づかなかった。なんもないで。違うやん、これ。こっちからの、こっちからのこれやん。そうやん。怖い怖い。ああ。絶対出てくるって、まだ。タイムレー、管理室行った、これ。行ってないな。出てくるよな。
もういっぱいおんねんけど。だって後ろにもおったやん。今あれ囲まれたんやで。今。そやで。違う違う。囲まれたんや。前、一回前から来たやつと戦ってて、で、後ろから来たやつにやられてん。そうやねん。使わない、あれ取らへん。強っ。これあれやな、逃げないとちょっときついな。どうせあれやし、食らったら死ぬし、あれしようか。うん。な、2体とか3体を作っ、あれやんか、3ヶ月かかったってだけで、数じゃないやん。てか、グレネードなんじゃない？なんか燃やせればとかで出てきたのにな、ないとか。ちょっと待って、どっちって、管理地図行かなあかんな。Going my way。 しゃ、管理室セーブできるやん。この音は違うか。ほら、ガンパウダーだらけだ。ガンパウダーだらけだ。し、とりあえずつけておこう。ん？作薬 B 来た。作薬を、作薬どうする、ゆうさん。あ、来た、管理室にグレネードランチャー来たよ。しゃで、あ、なんかある。研究助手の飼育日誌。あ。3月4日水温18、pH 6.8。な、あれ、なんて読めたっけ、ガン、わ、Y でいいや。アルファちゃうな。ベータちゃうな。ガンマ、ガンマ個体を初めて、あ、ガンマ GTP やから、ガンマやな。ガンマ GTP ってあれやろ、あの、要は我慢するみたいな、そんなことやろ。ガンマ、肝機能の数値。ね。そうです。血液検査の肝機能の数値のことを、お、ガンマ GTP、そうそうそう。ガンマ GTP とか。そうそう。我慢するっていうのと、似てるから、その数値が高かったら我慢するっていうのと似てるから、ガンマってつけられたっていう諸説があったりなかったり。初めてバイオーゾーから出す。動きはやや、緩慢で。攻撃数は低い。え、攻撃数高いやん。4月18日、水温、あ、まさに今日や、4月18日。水温20度、ベアジ 6.8。いくつかのホルモンや薬剤を投与。うち一つが効果を示し、攻撃性が著しく上昇。素早い動きでターゲットを丸飲みに何回もされたわ。6月30日、水温22度、ベアジ 6.2。U 本社ってアンブレアですかね。アンブレア本社でガンマ研究打ち切りが正式に決定した。ええー、そうなん。破棄直前に特に高い知能指数を示す答えを密かに搬出。かねてから用意していた新ラボに無事移送完了。すべてはガンマの実用化に心血を注ぐドクター・ローガン・カーライルの熱意の賜物だ。8月14日、水温25度、ペアチ5段値。下水管を利用して飼育を開始して2週間、猛暑による水質悪化が心配だったが問題ない様子。ガンマは複雑な下水の構造を2日ほどで完璧に理解し、すごい。ラクンシティの地下を自由に散策している。怖っ。どの答えも博士には、非常に慣れているか、
制御不能に陥った場合に備え、高火力の武器を導入した中古品らしく、精度に不安はあるが保険にはなるだろう。あ、そういうこと ?9 月1日、水曜23度、pH 6.1、下水局の現場主任に賄賂を握らせ、確保したラボだが、ガンマの増産を行うには少々手狭だ。移転を検討する。9月9日、ゾロ目の日、水曜21度、pH 6.1、ラボに迷い込んだ清掃作業員1名をガンマが的確に勝利。十分に実用に頼ることを証明した。明日にも報告書を、ユーヨーロッパ支社に送付する。ユーっていうのはおそらくね、アンブレラのことでしょうね。アンブレラが、ん?なんかチョボついてる。あ、今おるってことか。アンブレラが、一体、ナンブレラってことでね。やってますけどね。はい、セーブしましょう。あー、疲れた。あ、作っとくっていう、どうやって作んねったっけ ?A と B で硫酸弾やで。そう。倒すかな?あ、一個使うから、結局一個余るってことね。あ、違う、入れれるってことね。バッテリーであれやもんな。くそやな。それ準備してからセーブやな。もう怖くて。よし。声も出んかった。声も出んかった。まだ準備せなあかんな。くそー、声も出んかった。うん。ビビりすぎて。ビビりすぎて声も出んかった、ほんまに。ちょっとね。あ、違うやん、これ。違うの、また。すごい、グレンドレンジャーの流星に続いて、へぇじゃ、でもな、さっき死ぬ前やったからさ、飛び出してきたやん。あ、飛び出してきたというか、あいつも出てきてたからさ、パッていきなり来たけど、でも今回は、おるやん。ああ、ビビった。どうや?この隙に出てなんかどうする、もうでも二度と来えへん可能性あるやん。でも下水道疲れるわ。いやねこのゲーム、なんか自作可能みたいなこと書いてあったの。あーってことなんでね、燃えてる間に横を通り抜けていきたいなと思います。これでね、燃えてる間結構ね、これ食らってるのかな?てな。あ、ちょちょ。これで。食らってるんかな?こうしよう。消えてた音じゃん。そうそうそう。お、これで、あ、一個しかないやん。これであそこで繋がるってことか。違う。っていうことか。何回も叩かなかんのじゃ。そやん。どっち?これ、どう?開かへんのやろか、多分。バッテリー取って、こっから回ってかなあかんってことやろ?多分。あ!ちょっと待って。もうマジかよ。せっかく
進めたと思ったら、あれかな、来てあげるまで待った方がいいんかな。じゃあさっき、多すぎるわ。え、どっか、外すってこと？あ、そういうこと？そういうことか。おっとおっと。あ、そういうことか。うん。賢っ。よし。なるほどね。そういうことね。まあ、ほら。サイドバッグやっぱり。だ。めっちゃモテるアイテム。さっきここ来てよかったんや。まだ頑張ろうだよ。ちょっと回復、来てくれ。これで終わりかな。ファイル系もないな。アメちゃん食ってよ、もう、せっかく。あ、こういうもん、腐ってんやん。腐ってんじゃん。ちょっと、これ、ツンツンしよう、これで。これ、ツンツンしよう、ツンツン。よし。触らへん、汚くて。え？散々げ、あ、そやろな。え、でも、っていうことやん。あ、そのために、あれやわ。そうやわ。もっと、また飛んでくんじゃん。ちょ、かき。ちょ、かき持っとけ。ああ、俺まだしゃいかなかんってこと？ああ。生物に戻るとこいいかな。これ上に行く階段やってんな。こういったセーブやろ、絶対。あ、カロス、聞こえる？カロス！ジル、やっと繋がった。大丈夫か？なんとか生きてる。やつはまいた。よし、地下鉄は準備 OK。君が戻り次第出発だ。大丈夫かほんまに、これまた来るんじゃん。せやろ、セーブしないで、ちょっと待ってくれ。何？なんか持ってる。は？追跡者、ちょっと待って。あ、セーブだ。追跡者から逃げる。おお、熱っ。おお、いいね。どこでやん。武装する知能があるの？おっと、次準備してからやな。これ戦わなあかんのかな？ま、硫酸弾作れるやん。硫酸弾にする？
セーブします。ん？うん、ということなんでね、セーブポイントあったんですけど、1時間までもうちょっとあるんで、もうちょっと行きたいなと思います。けど、戦う？あ、追いけんのか。お、あえてこっちを通るっていう、多分ね、多くの方がそうしたかと思います。やん、ストーズ出てるなあ。うわ、早く上逃げないと。おる、燃やしながら来てる、あいつ見て。おお、ああ、燃えてきてる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 。おお、お前燃えてきてる、燃えてきてる。すっげえ燃えてきてるやん。ストーン。なあこれ、あ、まさか見てる場合なかったか。こういうことか。なんもないんかな。戦うとかもなし。おお、ボート。ぶんね。ジャンプして最後。あ！ストーズ。おお、すごい。でもここから？うん。もうひたすらね。一心不乱に今逃げてますけど、これさっきボーッと見てたせいでこんな追い詰められてる？ちゃうよな。見てほら、チャーリー君。おお、びっくりした。ああ、待つか、待ってくれ、待ってくれ、待ってくれ。ああ、頑張れ、熱熱熱熱熱、めっちゃ燃えてる、めっちゃ燃えてる、熱熱熱熱熱熱いよ。ああ、結局何もなく、アイテムボックスとセーブポイントじゃないけど、え、俺はどうしたらいいの。もっとセーブしたらいい、とりあえず。なんかあったらせなあかんみたいになるやん。あ、解体工事延期の告示。解体工事延期のお知らせ。暴動発生のため解体工事の一時中断決定しました。安全確保と盗難防止のため発電機に含む全ての電気工具類は屋上にて保管します。暴動収束まで当ビルは立ち入り禁止となりますので、作業員は直ちに退去し自宅待機してください。あいつら結構もう残ってたやん、ここにな。結構残ってる人おったやん。っていうことは、で、輝かしい、で、輝かしい、ほら、いで、どうしよう、なんもいらんかな。お前行く、これで。いつもだ。行くぜ。あ、え、ラソース？あ、あ、なんか担いでるって。おお。いや、そうやけど。もう戻れない。あっちやる、倒そうじゃなくてやん。あのボムを狙えば。ああ、あっただ、あっただ、あっただ。やけどは治らないの、さすがに。って、これなんかすんの、あのしょってるやつやん。
たたた。すごい上に来る。ああずずずずず。ああ囲まれた。お。逃げた。逃げた。シューダー持ってこっか。ハーブがな、グリーンハーブが1個あってんな。よし、これいけれろ。セットされてないわ。うっ、逃がしはせんぞ。うわ、あれやな、クソ、これなんかあれや、どうにやな。ボンベ狙わなあかんってことは、ボンベ狙わなあかん。燃えてる燃えてる。ちょっと、あれ？さっきあれやったのに。お尻撫でられた。工具類いっぱい置いてますみたいなこと言ったけど、あのバッテリーだけやんな。あ、待って、こんなとこになんかあるやん。これハーブ。
あ、なんかアイテムがある。え、せやん。そう。痛い。タイミング変わんね。回避しようと思ってるんですけどね。よし、なんとかね、やり方もね、ちょっと分かっているところでね、いければいいんですけどね。ほれ、これで食らっとけ。え、ちょっと待って、あれですね。何？あの、あれだけでいけた。あれだけでいけた。せやん、回避できひん。後ろのタンクに関しては、レッドアボール。レッドアボール。あ、ちょっと、早速からどうだ。後ろのタンクに関しては、これでね、壊せることが分かったんで。あとは避けるだけっていうね。タイミング分からねえな。行って、え、嘘やん。一撃じゃない。あれ、どっかレッドハブなかったっけ。おお、なんか壊せた。えっ、せやん。せやろ。うまいこと言ってる？あ、嘘。痛い。たたたたたたた。あ、もう。はい、ということでね、これおそらく最後なんかな、これね、あの最後になるんかわかんないですけど、ちょっとね、倒せない
倒せないんで、まあそろそろ1時間ぐらいになりますし、もう体力の限界が来てるんで、今回これで終わりたいと思います。やっぱり進まれへんっていうことでね、もう前半いきなりつまずいたところから頑張ったんですけどね、頑張ったっていうのとね、ガンパウダーって似てるなって思っていただける方はね、コメント、よかチャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。それでは、ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。バイバイハザード RE3!